この今日はですね、ちょっと台本も何もないんですけど、話していきたいと思います。僕がベーシックインカムを受給して何が変わったか思ったことっていうのを話したいと思います。まず、ベーシックインカムは何ぞや、ベーシックインカムとは何ぞやって話なんですけど、昔から僕はひろゆきさんの放送を見てたんで、ベーシックインカムっていうのは多分割と早く知った方だと思うんですけど、ようやく今、前澤さんだったりの活動とかで、ベーシックインカムっていう言葉がですね、世に知れ渡ってきたかなとは思うんですけど、で、僕がなんでこのベーシックインカムっていうのを受給したか、っていう話なんですけど、これ結構そのノートだったり、僕の YouTube の録画だったりでお話しさせてもらってたんですけど、ちょっと今一度、すごい面白い話なんで、話して動画に撮っといてみようかなって思った話なんですけど、僕がひろゆきさんのモノマネを始めて、2年半とかなんですかね、今。で、ベーシックインカムっていうのは、月々7万円とか8万円とかを、受給したら、受給してみたら面白いんじゃねえかっていう、ちょっと経済に、がいい方向に進むんじゃねえかっていう施策の一つなんですけど、で、いろんな海外でも、フィンランドとかでもやってみたりとか、例えばあとは堀江さんの、オンラインサロンでも実験してみたりだとか、で、さっき言った前澤さんがお金を配ってみたりだとかっていろいろやってるんですけど、僕は月々実際今8万6千円ぐらい、ベーシックインカムを受給してるっていう、言い方もおかしいんですけど、そういう形になってますっていうのは、なんでかっていうと、僕病気しちゃったんですよね。なぜかっていうと、動画を見てくださってる方は知ってるとは思うんですけど、つい最近まで入院してまして、ちょっと腫瘍ができたんですよね。ここと、ここの胸腺っていうところに。で、それが悪性リンパ腫ですっていうので、僕は血液のいわゆる癌的なものになってしまったと。で、全然大丈夫なんですけど、その悪性リンパ腫の中でも、モルトリンパ腫っていう、割とレアなリンパ腫なんですけど、すごい穏やかなんですよね。進行が。抗がん剤もしなくていいよねとかっていうので、基本的に、もう経過観察で OK ながんなんですね。なので、お医者さんの方、僕のその担当のお医者さんじゃないんですけど、お医者さんの方から、めちゃくちゃラッキーボーイだね。いや、本当宝くじ当たったよねって言ってもらえるほど、大したがんではないんですけど、なので、全然心配、いつも皆さんたまに体調大丈夫みたいなコメントいただいてるんですけど、全然大丈夫です。なので忘れてください。僕はもうただのおっさんですと。で、このがんになったことを受けて、僕このマンションよくひろゆかなでさんいい家住んでますねとかっていうコメントいただけるんですけど、この家がマンションが6、7年前ぐらいに買ったんですよね。で、ローンを払ってたんですけど、月々駐車場と、管理費とか家賃とか、金利とか全部入れて12万から13万の間ぐらいなのかな。で、癌になりましたってことで、その銀行が、その保険で全部残ってた2600万とかのローンを全部肩代わりしてくれたんですよね。で、月々だから家賃8万6千円ぐらいかな。を、もう、毎月払ってたのがなくなったって感じなんですよね。なので8万6千円、僕は毎月毎月銀行に支払ってもらってるって感じで、ベーシックインカムどうすればいいか会議っていうモノマネをしてたら、本当にベーシックインカムを受給するような形になってしまったっていう、ちょっと面白い現象になってしまって。で、悪性リンパ腫の確定診断が出てから、出たのが4月とかなんで、もう4月の、家賃から払ってないんですよね。管理費と駐車場を払ってるんで、3万ぐらい払ってるんですけど、なので、ずっとこの先家賃がないっていうのを受けて、僕が感じたこと、変わったことっていうのなんですけど、
で、まず普通に考えて、じゃあ家賃ないから貯金しよう。これからコロナ禍で、まあ、不況がすごい来るし、いろんな業種がダメになってくると思うし、僕のメインの仕事も厳しくなってくると思うしっていうので、まあ、貯金した方がいいよねってな、普通はそうなるんですけど、やっぱりね、ひろゆかない家は、ちょっとこう、ね、金遣いが荒いっていうか、ですね、まず、Twitter でも軽く言ったんですけど、車買ったんですよね。まあ、すっごい、子供の養育費とかも大変だよねっていうので、すごい中古のポンコツな、ほんと適当に数十万で買ってきたような車を適当に乗ってたんですけど、ちょっとですね、もう古い車だし、車検通すのは無駄だよねっていうので、まあ適当にそのスバルとかそこら辺の車を買おうと思ってたんですけど、まあちょっとこう、闘病お疲れ様っていう自分へのご褒美だったりとか、まあ、その、一回そのいい車に乗ってみたらどんな気持ちになるんだろうっていう好奇心っていうのをこう満たしてみたくなってしまい、ちょっと奥さんと協議の上、割といい車を買ったんですよね。まあ割とですよ。なんかその、1000万、2000万の車買ったわけじゃないんですけど。っていうので、その車のローンがせっかく家賃なくなったのに、6万、いくらだ ?6 万以上待つ車のローンが5年ローンでかかってしまいますと。で、なんか子供が塾行きてるなんだで2万円ぐらいかかって、結局もう8万円なくなっちゃったんですけど、まあ、まあなので、ベーシックインカムを受給して変わったことっていうのは、いい車を買えたっていうのがあるんですけど、あと、やっぱり、変わったのは、なんだろうね、そのサラリーマンって、時間を売って、その、暮らしてるじゃないですか。で、まあコロナ禍です。病気です。いろいろこう、これから人生どうしようって考えたときに、やっぱりその、自分一人の力で生きていくっていう、生きていけたら楽しいなって思い始めちゃったんですよね。なのでやっぱりその、家賃がなくなりますとか、そういうベーシックインカムっていうのが受給されたら、やっぱり、その時間を売るんじゃなくて、自分で商品を作ってみる、作りたくなってくるっていう、そっちのその、なんていうんですかね、経営者側っていうか、クリエイター側みたいな思考が身についてくるんですよね。なので、その、生活のために暮らさなきゃいけないよねっていうのから、ちょっと、そういうのから逃れて、世のため、人のため、とか、もっとこう、幸せに生きるにはどうしたらいいんだろうっていうのに、重きを置けるようになったんですよね。じゃあ僕、例えば、正直、結婚した当初って、まあこれも録画でも言いましたけど、フリーターだったんですよ。本当にお金がなくて、もう本当にスタバのコーヒーすら、ちょっと飲むのも躊躇するぐらい、当時横浜とかに仕事しに行ってた時に、もうその朝ごはんマックに行くのも、なんか贅沢だよなって思っちゃってたのを思い出します。そんな感じで、まあ貧乏だったんですよ、当時。で、今は、まあそれなりにその、お金にそこまで困ってるような状態でもないんですけど、その、結局コロナになった時に、家に待機、まあ僕の場合コロナっていうかその病気のことで、まあ家で療養してたんですけど、家族の時間っていうのが、すごい、大事っていうことに気づかされたんですよね。何するわけでもなく、その家でみんなで過ごして、ご飯食べてっていう、その普通の暮らしをずっとできなかったんで、本当に僕は土日仕事だし、まあ偉い人、うちの奥さんというか家内というか彼女は、普通に土日休みの仕事なんですけど、で、休みは合わないし、
なんかその家族の時間っていうのは全くなかったんですよね。生きるのに精一杯で。ただ、今このベーシックインカムっぽいものを受給して、コロナ禍。で、まあ YouTube からありがたいことに少しこう収益をいただいて思ったのは、やっぱりその家族との時間だったりとか、もっと幸せに生きれるんじゃないかっていうのを追求できるようになったんですよね。それからすごいなんか生きる希望が湧いてきたというか、いや全然そのなんすかね、本当に強がりでもなくて、本当に僕よく偉い人に言ってたんですよね。いや別にそのもう死んでもいいや、行きたいところもないし食べたいものもないし、この先なんか楽しいことあんのかなみたいな。ただこの今この状況を受けて、なんかまだ幸せを追求できるような気がしてきたんですよね。はい、っていうなんかふわーっとした話で大変申し訳ないんですけど、最近思うのは、その9時間拘束8時間勤務ってなんか当たり前のように決まってるけど、なんか週4日勤務っていうのをこうテストする会社とかも出てきましたけど、なんかそういうのをやる会社とかが増えてきたら面白いですよね。はい。なんかすごいいろんな周りの人が最近がんになっていて、やっぱりストレスって多いんだなと思って、ただ生きるためにしょうがないよねって、精神も体力も疲れ切って死ぬぐらいだったら、やっぱベーシックインカムっていいんじゃないかなって思いました。はい、今日はなんでモノマネというよりか普通に個人的にだらだら話してしまいました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。引き続きですね、いろいろ瞑想はするかもしれませんけれども、頑張って撮っていきますので、引き続き応援していただければと思います。ほう。ほう。お、はい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 。はい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 。これトカゲか？いい。これトカゲ？あれ？いやー怖いっす。はい、私 YouTube で録画放送っていうのをやってるんですけども、これから週に1回1時間皆さんの質問に何でも答えますよっていうのをやりたいと思いますんで、ぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。メンバーシップ友達契約は月々490円です。税込みです。いってらっしゃい。